宇都宮貞宗は、鎌倉時代末期から南北朝時代の武士。宇都宮安州の着南で、異母兄に、竹持時綱、実定に宇都宮貞康がいる。関都名は、三河ゴ守鎌倉時代末期に伊予国の守護を務めている。現在の宇都宮市の系図なほとんどに貞宗の名前はないが、尊卑文脈には、大衆のことして時綱、貞宗 貞康が兄弟として記載されていることや、口実のように、現行の欄で、伊予守後として、反爆不正力として抗戦していることから、実在の人物であることに、問題はない。市村貞ダは、火力2年2月2日に死去したと伝えられている父、大衆の存命中に、貞宗が死後に認じられていることや、大衆自身にも、伊予での活動の形跡が見られることから、 大衆も伊予守護に部任されて、その隠居後に、貞宗が後を継いだと推測している。元王元年うるー7月に、秋国の小早川朝平が、瀬戸内海の海賊を捕らえたことを、伊予守護人、狩野、がサブロ宗が、六原丹大に報告したことが知られているが、これは、宇都宮貞宗の奏である狩野三河サブロのことを、指すと思われ、 この時にはすでに、伊予守護の地位にあったことを示している。原稿の辺でも、楠木正成討伐に、下野宇都宮市の宇都宮高津と共に、宇都宮三河守も参陣したことが知られるが、後に、伊予本国で、半幕府の挙兵が、動きがあったことによって、急遽帰国して、兄弟である、北軍事党の宇都宮党と海守を呼び、身の入道と共に、 反幕府勢力と戦った。また、反幕府側の靴無し側の軍中次第注文にも、府中守護三河ゴンムリ・と戦った実績が記載されている。鎌倉幕府の滅亡後に、伊予守護の地位を失った、サダの動向については、不明な点が多いが、中仙台の乱を鎮圧に向かった、足利高氏三家の章の中に、宇都宮三河ゴン東リ、遠江禅寺の,の名前があり、 これは、貞宗、貞康兄弟と見られる。その後、出家して、三河入道道丸と名乗った貞宗は、後永三年に、室町幕府の引き付衆に任ぜられる。その後、四条縄手の戦いでは、貞康と共に幕府方の一員として活躍し、足利義明の時代にも表情衆として活動している。さらに、王安二年八月に書写された、 刀剣目利き書の写本の奥書きに書かれた、宇都宮三河入道順が82歳も、定宗の可能性がある。晩年は、刀の目利きに通じた、同報集として、足利義満に仕えたようである。宇都宮三河入道には一時期、摂津親衆の養子となっていた息子がいたのが、確認されており、三河三郎、後に、三河守を称していた宇都宮千綱が、 その息子であった可能性が高い。ただし、この三河三郎は、感動の上乱では一時は、足利忠義方について、吉良光だ、関東よりふと共に、三の国の高氏方を攻撃しているため、その後降伏して許された者の,の不遇の時期があったようで、ある。市村高雄は連勝では、大衆のおじである、宇都宮森綱を外伝えられている、三の宇都宮氏が後に、 室町幕府方向衆となっている事実関係を踏まえ、弟の定康と異なって、鎌倉幕府滅亡後に、伊予の拠点を失った、定宗もしくは千図名が美濃にあった宇都宮氏の所領を、継承もしくは新たに所領を得て、美濃に新しい本拠地を展開して、美濃宇都宮氏イコール、室町幕府方向衆になった可能性を指摘している。ありがとうございます。